ウォッチドックスには UBI ソフトモントリオールが開発したオープンワールド型アクションゲーム。ウォッチドックスの続編。対応プラットフォームは Windows、PlayStation 4、Xbox One。海外版は2016年11月15日、国内版は12月1日に発売された。また、2020年10月29日には、 本作の24年後のロンドンを舞台とした続編であるウォッチドッグスレギオンが発売された。舞台は前作のシカゴからサンフランシスコへと移り、前回のハードボイルドな雰囲気から西海岸らしく開放的な街並みの構成となっている。プレイヤーは基本的にサードパーソン視点で主人公マーカスを操作しゲームを進める。本作の主人公、 マーカスが所属するハッカー集団、デッドセックは、前作にも登場した団体であり、エイデンやティーボーンといった前作からの登場人物も、何人かは引き続き登場する。それぞれのミッションを完了する方法は、一通りではなく、ある時はドローンで密かに侵入したり、ある時は重火器で正面から突破していくなど、プレイヤーそれぞれのスタイルでミッションを攻略することが可能。 ミッションを攻略するたび、デッドセックのフォロワーが増えていき、フォロワーが増えるほど、ゲーム上の様々な要素が解除されていく仕組みになっている。フォロワーの増やし方は、スカウト X、ドライバー SF などの方法がある。ミッション序盤で、発生、スターラに教えられる、ペイントアートをクリアしていくたびにもフォロワーが増える。また最終ミッションをクリアするなどある、程度フォロワーが増えると、 リサーチポイントがもらえなくなる。また本作ではオンライン要素も充実しており、インターネットで繋がった他のプレイヤーと様々な遊びができる。ある時は一緒にミッションをクリアしたり、またある時は警察に加担して他のプレイヤーの逮捕に協力するなど、前作に比べて遊びの幅が広がっている。2016年6月にはウォッチドックスと ウォッチドックス2の映画化が決定された。しかし、2020年現在、映画化の話は達成されていない。シカゴで、エーデン・ピアースが、悪名高き都市管理システム、クトスを破壊してから3年後の2016年。サンフランシスコでは、クトスの次世代版である、クトス2.0が導入されていた。このシステムの機能の一つである、 犯罪予知機能に誤認識されてしまった主人公マーカス・ホロウェイはクトスの開発企業であるブルーム社が自社にとって都合の悪い人物の犯罪歴を劣造し犯罪者に仕立て上げていた事実を知る罪のない人のデータ改ざんに憤りを覚えたマーカスはすでにブルーム社と対立していたハッカー集団デッドセックと連絡を取りクトスのデータセンターに侵入し 自身のデータを消去するという試験をクリアし、デッドセックへの加入を果たす。マーカスとデッドセックの仲間たちは、クトス2.0をシャットダウンして、サンフランシスコをブルーム社の支配から解放し、市民に本当の自由を取り戻そうと考える。ただ、ブルーム社のシステムに対抗するためには、大きな演算処理が可能なネットワークが必要になる。そこで、マーカスたちは、 デッドセックの活動に賛同してくれた市民に、デッドセックアプリをダウンロードしてもらい、そのアプリが入ったスマホの演算能力を利用して、巨大なネットワークを構築する計画を立てる。デッドセックのフォロワー数を増やすため、マーカスは、持ち前のハッキングとバルクールの能力を駆使し、仲間たちと共に、様々なオペレーションに挑んでいく。フォロワー数を伸ばしていく過程で、マーカスたちは、 ブルーム社と提携する多くの企業や団体が、クトスネットワークを利用したサービスの裏で、個人情報を不正に収集していることを知る。また、その個人情報を売買、または利用して、高額の利益を得ていた事実をつかみ、その事実を次々と世間に明るみにしていく。しかし、ブルーム社の最高技術責任者のドゥシャン・ネメックは、デッドセックの存在をうとましく思いながらも、その一方で、 デッドセックの存在をも利用した、さらなる陰謀を画策していた。今作でも、シングルとマルチのシームレスな世界は健在であり、シングルプレイ中の街中に、他のプレイヤーが潜伏していることもある。また、侵入要素や対戦のほか今回は、CO オーパス機能も存在する。ニュードル社のロゴ、グーグルのロゴと告示している。ファミ通は、発売1週間前に組んだ。 特集記事の中で主人公を復讐者から若いハッカーに変更し、前作に少しだけ登場したハッカー集団、デッドセックを物語の中心に据えたことで、よりキャッチーでポップな作品に仕上げることに成功したと評価している。ありがとうございます。